フェイジョア園のね、暴風対策で生け垣作ってます。これはラカンマキっていう木ですね。ラカンマキはね、成長が遅いっていうのがね、メリットでもあってデメリットでもね、あるかなと思ってます。じゃあね、ちょっとね、大きさとか見ていきましょうか。今こんなぐらいの大きさです。小さい方もね、見ていきましょうか。いろんなインターネットのお店でラカンマキを買ったので、大きさにね、ばらつきがあります。今これがどのぐらいの大きさかな、120センチぐらいあるでしょうかね。結構伸びましたね。ちょっと支柱曲がっちゃってるけど、このぐらいの大きさだったのかな、もともと。そこからこうに、ここかな、ここからですかね、ここからこうにビューって伸びてますね。結構伸びたな、これ伸びてますね。で、これは、これそんな伸びてないですね。もしかしたらこれ一番高いところを1本にした方がいいかもしれないですよね。そうすれば高さが出るかもしれない。これもこの辺から伸びてますね。新芽が伸びてる。ラカンマキはこの新芽が伸びると、ちょっとね、この淡い色、ね、黄色が綺麗ですね。で、これはちょっとね、高かったんですけど、かなりいい苗ですね。伸びてきてます。ね、この辺ギューッと伸びてますね。結構アブラムシがついてますね。あ、太さとか見たらいいかな。よいしょ。ね、このぐらいの太さです。人差し指くらいかな、の太さがあります。こっちはね、鉛筆よりはあるかな。結構太いです。ね、こういった感じです。いや、綺麗だな、この色が。ね、綺麗。全部雄花みたいですね。ラカンマキは雌花だと、その果物がなるらしいですね。ちっちゃい。なんか食べられるらしいです。雌花があればね、その果物も取れるし、種から増やすっていう選択肢もね、あって、数本あっても面白いかなって気はしますよね。そして、お安かったラカンマキですね。これはね、50本入りっていうのを買いました。安くていっぱい買えるんですけども、やっぱりね、デメリットも結構あるかなと思いました。雨が少ない時期に枯れてしまったのが結構あるんですよね。ちょっと見ましょうか。こういった感じですね。今年の梅雨は空梅雨で、雨がね、少なかったんですよ。それで2週間以上かな、雨が降らない日が続いてまして、その時にね、こういった風に枯れてしまいましたね。この畑は水がね、通ってないので、一応ね、水を汲んで数日ね、水やりをしたんですけども、面積もかなり広いのでね、なかなかそういったことも追いつかなくて枯れてしまいましたね。小さい苗はこういった風にね、枯れやすいっていうのがね、デメリットですね。しっかりね、管理できるならいいかなっていう気はします。ですけどね、私の場合はフェイジョアのね、やっぱり栽培がメインとなってて、特にね、6月は人工授粉も重なっちゃって、ラカンマキにね、ちょっと手をかけられなかったっていうのがね、いけなかったですね。ラカンマキにもね、申し訳ないなという感じがします。まあ、ですけどもね、フェイジョアが優先なのでね。はい、あと小さい苗のデメリットは、管理する手間が増えるっていうことですね。さっきお話しした水やりの管理の他にも、やっぱりね、大変なのは雑草の管理かなと思います。苗が小さいうちは、例えばあの辺にイネ科の雑草があると思うんですけども、雑草の方がね、成長が早いんですよ。なので、ここに雑草に埋もれてしまうわけなんですね。雑草に埋もれたからといって、ラカンマキは結構強いので枯れることはないんですけども、やはりね、日陰になってしまうので成長をね、妨げてしまうかなと思います。なので、雑草をこまめに刈る必要があるといった感じでしょうか。そしてね、生垣ということで、かなり本数を植える、面積も広くなってくると思いますので、雑草を刈る手間っていうのはかなり大きいかなと思います。またね、機械とかもね、なかなか入れづらいので、私は鎌でね、手で刈ってます。なのでね、もし私が次回植えるんだったら、生垣作るところには農業でよく使う黒マルチ、それをこのね、畝みたいに作って、黒マルチをビューってしてから、その上にね、ラカンマキを植える方がいいんじゃないかなと思ってます。そしてね、ある程度大きくなったら、見栄えの悪い黒マルチをね、取ってしまうっていうのが良いかなと思ってます。こういったね、大きい苗ですと、ラカンマキの
まあ、根域っていうんですかね、その根が広がってる範囲がもうかなり広いので雑草がすごい生えづらいんですよ。生えたとしても弱い感じになってます。なので結構ね、放っておいても大丈夫です。背も高いので雑草によってね、日陰にされてしまうっていうこともね、少ないのかなと思います。気をつけなきゃいけないのは、まあ、ツル系ですよね。ツル系の植物が生えてきたらすぐに取るっていうことはね、結構心がけているかなと思います。そしてね、羅漢巻のこの小さい苗の欠点は成長が遅いっていうことですね。大きく育ってしまって自分の理想の生垣の高さまでね、成長してしまえば成長が遅いっていうのはメリットに変わるんですけども、理想とする高さにね、育つまでにね、数年かかってしまうなと思ってます。それがね、やっぱ一番のデメリットかもしれません。こちらどのぐらい伸びたかな。多分ですけどここかな、もうちょっと上かもしれないですね。ここかな、もしくはここだから10センチぐらいでしょうかね。10センチも伸びてないかな。結構ね、個体差もあって、よく伸びているものもあれば伸びていないものもありますね。まあ、このね、地面の活着の具合によっても違ってくるかなと思いますね。あとは土の養分の量とかによっても違うかもしれないです。この羅漢巻の苗木を植えたのいつだったかな、ちょっとそれをね、今思い出せないので、ちょっとね、編集の方で、つけておこうと思いますね。その期間で伸びた大きさっていうことになってます。羅漢巻見てきました。でですね、この生垣に羅漢巻植えたいなって考えてる人に、ちょっとね、私からおすすめなのは、こういったね、少し大きい苗がおすすめかなと思います。ちょっとね、お値段は高くなってしまうんですけども、まず水分不足で枯れにくいっていうことと、雑草の管理が楽っていう点がありますかね。そして生垣、防腐林、そういったものにするための理想の高さになるのが早い、そしてすぐにね、役に立ってくれるっていうことでもね、あります、といったね、ことがありますので、少し大きめのサイズが私のおすすめとなっております。50センチ以上高さがあればね、よく伸びるね、イネ科の雑草よりも背が高いのでおすすめかなと思います。そしてね、私はこの生垣を防腐林として使いたいんですね。なのでなるべく早く大きくなってほしいんですね。なのでちょっとね、他の生垣も検討しようかなと思ってます。今考えているのは金木犀ですね。金木犀の生垣はどうかなというふうに考えてまして、他にもね、生垣作りたい場所があって、そこはちょっと金木犀も試してみようかなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。私がね、羅漢巻を植えてみた、私なりに感じたデメリットとかですね、羅漢巻の選び方などもね、ちょっとお話しさせていただきました。参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。よければですね、チャンネル登録、高評価お待ちしております。はい、ナオトでした。ありがとうございました。